簡単は当たり前、手間なく洗い物少なく面倒くさくなく、でも美味しくて見た目良きの作り置き、かっこメインおかず編、2022年のベスト10スタートです。簡単ヘルシーカロリー減で言うことなし、ヘルシー&カロリー減、胸肉ビーンズ1人分96円材料です。鶏胸肉1枚は棒で叩いて、そうね、焼き鳥ぐらいのちょっと小さめの大きさにカットします。ちょこっと見えるけど皮もね、同じぐらいの大きさに切って使います。大豆水煮 120g 一袋は、水気は切らずにもうこのまま容器に入れてしまって OK です。じゃがいも2個、人参1本、玉ねぎ1個は1センチの角切りにします。炊飯器のお釜にじゃがいも、人参、玉ねぎ、大豆、水煮、鶏むね肉、あ、袋まで入れようとしちゃった、コンソメ、固形2個、カットトマト缶1缶、 400g、 ケチャップ大さじ3、頑張れ私の圧力、握力か、ソース大さじ3、これは握力なくても大丈夫だな、水 150ml、オリーブオイル大さじ1入れて混ぜ混ぜします。白米モードで炊きます。いってきます。炊き上がったらもうすぐね、揚げて混ぜ混ぜします。保存容器に移して粗熱を取ってから冷蔵保存します。ポイントはね、もう一つのみです。やっぱりあの鶏胸肉をね、柔らかくいただきたいので、最初に棒でトン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 、もうめっただだめったたたき、めった刺しじゃないよね、めっただったき言えてない。そう、これをしましょう。そうするともうあの数日冷蔵庫で冷やしても柔らかいままです。召し上がる時にね、このようにパセリ、生でも乾燥パセリでもどちらでも OK、かけながら召し上がるととても味が引き締まって美味しく召し上がれます。ということで、やっぱりさ、鶏胸肉柔らかいかどうか気になるんで、ちょっとこの一番手前のね、すごくアピールしてる胸肉ちゃんをいただきたいと思います。はい、ではいただきます。あ、うん、大丈夫、うん、歯がスーって入ってくんで、しかも中まで味染みてて美味しい。じゃがいもも食べたいね、ちょっと大きいけど、じゃがいももいきます。よいしょ、うん、ホクホクして美味しい。これちょっとあの今回は新じゃがじゃないんだけど、新じゃがの季節だとすごくね、もっとこうとろけちゃうかな、でもね、うん、まあやってみないとわかんないけど、とろみの役割として入れてもいいし、でもすごくホクホクして、トマトの酸っぱさがジャガイモちゃんを引き立ててくれてます。レンチンで作れる洗い物なしアレンジメニュー、夏におすすめあっさりトマト肉じゃが1人分86円材料です。じゃがいもは薄めの乱切りにし、水に5分浸して水気を切ります。玉ねぎはくし形切りにし、ミニトマトは半分にカットします。耐熱容器にじゃがいもを入れ、ラップをかけて600ワットで4分レンチンします。玉ねぎ、豚こま、ミニトマトを広げて入れ、めんつゆを全体にかけて、蓋をずらしてのせ、600ワットで3分レンチンします。混ぜ混ぜして、今度は蓋をせずに2分レンチンします。蓋を
ずらしてのせ、30分放置してしみしみさせれば出来上がりです。お好みで青ネギをかけてお召し上がりください。味付けはめんつゆのみ。トマトの酸味と相性抜群です。ぜひご賞味ください。今の季節に最高、至福の肉うどん1人分148円。材料です。豚バラ肉 300g は5センチの長さにカットします。ごぼう1本はささがきにします。大鍋を中火で熱して豚バラ肉を入れます。表面の色が変わるまで炒めていきます。豚バラ自体にね、もう油分がいっぱいあるんで油は引かなくて大丈夫です。2分ちょっと、まあ2分10秒ぐらいね炒めるともうほらこういう風に白く表面がなってきたので、ここでごぼうを入れて豚バラの油を回すのに炒め合わせます。2分ほどね炒めてごぼうがこういう風にふにゃーってなってきて豚肉とも絡んだら、和風だし大さじ2、水2000ミリリットル、2リットルね入れて、煮立ったらアクを取り除いて3分ほど煮たら、みりん大さじ3、料理酒大さじ2、醤油大さじ3入れて、再度煮立ったら肉うどんのお汁は完成です。水2000ミリリットル、2リットルに対して醤油とみりんとお酒が大さじ3ずつなんで、本当にこうほんわか薄味でもちょっと出汁が効いてるうどんみたいな感じなんで、濃いめがお好みの人は、まあ、大さじ4ないし5ずつでも5ずつ入れたらちょっと濃いかな、まあ4かな、まあ、そこはこう味を見ながら調節してもらえるといいと思います。召し上がるときはね、冷凍うどんをレンチンして、丼お皿に盛り付けて、その上におつゆと豚バラごぼうを乗せて、お好みで青ネギをかけてお召し上がりください。レンチンでこれが作れるのは感動。豚こまでなんちゃってレバニラ風炒め1人分90円。材料です。ニラは3センチの長さにカットします。耐熱容器にもやし、豚こま肉を広げて入れて、全体に塩コショウを振り、片栗粉を大さじ2入れ、ラップをふんわりかけて600ワットで4分レンチンします。ニラ、醤油大さじ1、オイスターソースも大さじ1、砂糖小さじ1、にんにくチューブ5センチ、粗挽き黒胡椒小さじ2分の1入れ、混ぜ混ぜし、今度は蓋をせずに1分30秒レンチンします。仕上げにごま油大さじ1かけて混ぜ混ぜすれば出来上がりです。粗熱が取れたら冷蔵庫へ保存しましょう。取ってる間にこの生っぽいニラもしんなり余熱でしてくるので大丈夫です。オイスターソースを入れることでレバニラのようなコク深い味を楽しめますよ。
焼きそばにもアレンジが可能です。ぜひぜひお弁当にもお役立てください。ほったらかしで作れちゃうカフェ風ご飯、濃厚豚こまでトマトハヤシ1人分115円。材料です。豚こま肉 400g はほぐしておきます。玉ねぎ1個は薄くスライスします。しめじ1袋は粗くほぐします。豚こま肉に塩麹大さじ1かけて揉み込みます。炊飯器のお釜に豚こま肉、しめじと玉ねぎ、トマト缶1缶、固形コンソメ2個、砂糖大さじ2、ケチャップ大さじ2、ソース大さじ2、水 300ml 入れて混ぜ混ぜします。炊飯器にセットして白米の温度で炊きます。炊き上がったら一旦蓋を開けてバターを 30g 入れ、全体を混ぜ混ぜして、バターが溶けきってなくても大丈夫なので再度蓋をして30分置きます。最後に味の調整をして、私の場合はソース大さじ3入れました。調整すれば出来上がりです。お好みでパセリ、そして生クリームをかけてお召し上がりください。お子ちゃま大好きメニュー、お子ちゃま喜ぶ豚肉とエリンギのケチャップソース1人分93円。材料です。エリンギと玉ねぎは薄くスライスします。耐熱容器に豚こま、塩コショウ5振り、片栗粉を大さじ2振りかけ、これニューアイテム、この間セリアで試しに買ってきて見ちゃった玉ねぎ、エリンギをのせ広げます。トマトケチャップを大さじ5、真っ赤になっちゃったって、ね、中濃ソースも大さじ5、コンソメ小さじ1、砂糖も小さじ1、にんにくチューブ5センチ、バジル1234567910振りして、ふんわりラップをかけて600ワットで7分レンチンします。混ぜ混ぜして火が通ってるようなら再びラップをして30分放置し、なじませれば出来上がりです。お好みでパセリ、コーヒーフレッシュをかけてお召し上がりください。ご飯にかけてもお子ちゃま喜びそうだよね。あとね、お弁当にはこのスープマグに入れて持たせるといいよ。焼いてソース作ってかけるだけ、レストランのようなチキンソテー1人分117円。材料です。鶏もも肉2枚は余分な脂肪を取り除いて、火が通りやすいようにこういうふうにこう切り込みを入れて半分にカットします。フライパンに皮目を下にしてもも肉を入れて強火にかけて、時々
この皮にこんがり焼き色がつくように押し焼きしていきます。鶏もも肉にはね油があるので最初に油は敷かなくて OK。 塩コショウを3振り4振りずつして焼いていきます。4分半焼きました。でこんな感じでこんがり焼き色がついたらひっくり返して蓋をして弱火にしこのまま5分放置します。焼いている間にソースを作ります。粒マスタード大さじ 1.5、 マヨネーズ大さじ3、粉チーズ大さじ2、蜂蜜大さじ3入れて混ぜ混ぜします。これで完成です。簡単。5分経って鶏もも肉に火が通っていればこれで火を止めて出来上がりです。召し上がる時にお皿にもも肉を盛り付けて先ほど作ったソースをかければ出来上がりです。保存するときはねこのように鶏もも肉とソースと別々に分けて「これがあれで作れるなんて」と驚きの声多数。火を使わない子ども大好きタンドリーチキン1人分65円材料です。鶏むね肉は一口大のそぎ切りにし包丁の背でトン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 叩きます。耐熱容器にこれらの調味料をオンマイカー入れて混ぜ混ぜし、なんかすごいよね、なんか芸術作品みたい。岡本太郎の芸術作品、太陽みたい。鶏むね肉を入れて一枚一枚ねしっかりこのタンドリーチキンソースのタレをまとわせます。このままねできたら一晩冷蔵庫で置いてから調理することをお勧めしますが、まあ、みんな忙しいと思うから最短で1時間放置してつけます。はあ、はい、1時間経ちました。見た目そんな変わんないけど、まあこれで1000ワットのトースターで20分焼きます。中までねしっかり火が通っていれば出来上がりです。お好みで黒胡椒、パセリかけてお召し上がりください。10万人記念ライブの時に行ったんだけど、自分の食べたいものを作れるのが料理する人の特権なんで、タンドリーチキン食べたくなっちゃったから作っちゃいました。あれで作ると冷めてもしっとり柔らかくて驚きでした。しっとり鶏追いマヨ焼き1人分65円材料です。鶏むね肉は薄くそぎ切りにし棒で叩きます。耐熱容器に入れ塩コショウ 1,2,3,4,5 振り、料理酒大さじ1入れもみもみし重ならないように広げます。別の容器にマヨネーズ大さじ3、味噌大さじ1、オイスターソース大さじ1、砂糖小さじ1入れ混ぜ混ぜし、胸肉全体にかけて1000ワットのトースターで15分ほど焼きます。お好みでパセリと粗挽き黒胡椒をかけて
お召し上がりください。この焦げがたまらないよね。これ以上簡単なものないっしょ。お皿にセット、豚キャベツの香味ポン酢だれ1人分83円材料です。キャベツは千切りにし、豆苗は5センチの長さにカット、長ネギはみじん切りにします。お皿にキャベツ、豚こま肉を敷き詰めます。ラップをかけて600ワットで4分レンチンします。その間にタレを作ります。長ネギを保存容器に入れて、ポン酢大さじ3、焼肉のタレ大さじ2、これってな、お好みの量のラー油を入れ、混ぜ混ぜすれば出来上がり。本体、豆苗、タレの3点セットで保存し、再度温めた後、豆苗をこんもり盛り付け、タレをかけてお召し上がりください。2022年に作った全281品の中から候補の品を31品出したんだけど、泣く泣く10品に絞りランキング付けしました。あなたにとって他にこれはランキング入っててもよかったのになーって思う品があったら、コメントでぜひ教えてください。次回はこのシリーズの副菜編ベスト10をお届けしますので、お楽しみに。お楽しみに。ごめんね、ナナちゃん。はーい。はーい。ね、ねちゃん、ほら。